こんにちは。オーストラリアアマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。日本は天国。日本は天国なのかと。日本は輸出ビジネスの商品を仕入れる場所として考えると天国です。何しろ、30年前から物価がほぼ変わってない。こんな国世界中探しても日本ぐらいしかないです。 その日本で仕入れて、オーストラリア,アマゾンで販売する。会社から給料をもらうんでなく、自分で仕入れて自分で販売して稼ぐと。自力で稼ぐスキルがあれば、自由に生きていける。私はオーストラリア室のサポーターをしながら、世界を旅して暮らしています。ニュージーランドのオークランド。今いるシドニー。 ロンドンの自然史博物館、スウェーデンのストックホルム、ドバイデン、スカイダイビングをしました。これも会員さんに稼げる輸出サポートを提供しているからこそできることです。えー、感謝しています。ちなみにどれぐらい稼いでいただいているかというと、昨年末に提出していただいたサポートを受けている会員さんの売り上げ実績、アメリカアマゾンの売り上げ実績です。 30日間で、ね、34,454ドル。22,157ドル。15,39ドル。7,669ドル。6,828ドルと。例えばね、3万4千ドルから比べると6,800ドル少なく思えちゃいますけど、これでも77万円ぐらい、ね。で、利益率がだいたい3割なんで、えー、月20万円も買ってるという形です。 さっきの3万4千ドルの、ね、会員さんなんかは、ちょっと利益率低いんですけど、まあ、それでも20%利益率取れてるんで、大、え、体、ーまあ、いい70何万円ぐらい、ね。で、消費税の戻りを入れると、もうちょい所得増えるという形ですで。よくいただく質問としてね、私でも月30万円稼げますかあるいは私ならいくら稼げますかと いうような質問をよくいただくんですけど、まあ、本音を言わせていただくと、やってみなきゃわかりません、ね。これとんでもなく稼いだ人も結局、やってみなきゃ何もわからないと言っています。世界一の大金持ち、ジェフ・ペズス。ま,あ、まさにアマゾンの創業者ですけど、失敗するなら早く。ねえー、それと、100倍になる投資で勝率が10%あるなら、すぐに。 投資するともう、はい、失敗するなは早く失敗すると。できるかできないかやったわや,やってみなきゃわかんないしね。やってみて早く失敗したら次,次にうまく候補をやればいいとで。そして100倍になる投資で勝率が10%あるならもうすぐ投資すると、ねえー。そうして世界一の大金持ちになっています。アップルの創業者スティーブ・ジョブズ。 まあもうお亡くなりになってるんでね、この資産額は奥さんの資産額ですけど、まあ、スティーブ・ジョーズの名言、3ヶ月なんて頭は持っていないと、一晩で成果,成果を上げてほしいと。一晩っていうのもね、すごいスピードですけど、まあ、とにかく成果を上げるってことを考えてる暇がな,ないってことですよねで。失敗を覚悟で挑み続ける。それがアーティストだ。 ア,アート、アートだったわけですね。スティーブ・ジョーズさんにとって、えー、ビジネスとはア,アートだったと。そして、安全にやろうと思うのは、一番危険な落とし穴なんだと。安全、いろいろ考えてね、安全策を取るのは、実は一番危険だというようなことを言ってます。そして、日本一の大金持ち、孫正義さん。資産総額ね、ね、えー、2兆4千、4062億円と。 10秒考えてわからないものはそれ以上考えても無駄だと。ね、10秒考えてわからない、それ以上考えても無駄だ。できるかできないか質問してる場合じゃないということですよね。で、ソフトバンクの経営会議は全てが直ちに決定され即実行となると。ソフト,ソフトバンクには検討中という言葉はない。ヤフー BB のスタートはあらゆる面で最悪だった。ね、ソフトバンクの通話,通話品質はおその厚なもの、まあ。しかしソフトバンクオーナー のの孫さんは日本一の資産とこれは私のコメントですけど、もうね、できる、できないじゃなくて、まあ、もう、まずやってみると。で、うまくいかないとかあったら修正していくという形でね、まあ、だからたまにね、えー、通話止まったりなんかね、えー、叩かれたりするんでしょうけど、でも、ね、行動するからこそ、ね、日本一のお金持ちになってると。で、ファーストリテイティング、ね、柳井さん。行動してみる。 見る前に考えても無駄ですとも考えるだけ無駄だと、ね、失敗はしていい恐れるべきでないと楽天の三木谷さんなんかもっとすごいですね行動するために考えるのではなく考えるために行動する方が大事と要はかん行動する前に考えたってね、えー、わかんないんだから考えるだけ無駄だと、まあ、大体でも似たようなこと言ってますよねまあえー、別に世界一の大金持ちを目指す人はね、えー まあ私の動画を見てる可能性低いですけど、ただ少なくとも、世界一のお金持ちの人たちのポリシー見ると、とりあえずやってみると、やってみないとわからないと。これはね、逆に凡人だからこそ、大いに真似した方がいいだろうということでね、私はもう座右の銘にしてます。もうやってみないとわかんないと。やる前に考えても無駄だと。まあやってみてね。 まあ、とんでもないことだって、これはダメだなと思っても大体なんとかなるわけですし、まあ、だったらね、考えの大変だし、考えてる時間がもったいないということでやってみる。で、やってみるからこそ、ま、あね、うわ、すごいこれいいんじゃないというのに当たるわけです。そしていいんじゃないというのにね、当たったのが、オーストラリアのアマゾン室。まあ、もっと言うとね、え、アメリカのアマゾン室から始めたんですけど、アマゾン室は。まあ、 日本にこだわらず輸出を始めて本当に良かったなと思います。なぜかというと、日本で収入を得ようとすれば、まあ地獄だと。天国なのか地獄なのかどっちかって感じなんですけど、まあ日本でね、販売して儲けようとか思うと日本は地獄です。しかし、海外で収入を得るために仕入れ場所として考えると日本は天国です。チャンスは限られています。今はオーストラリアのアマゾンにバブルが発生する直前です。 以前も、ヤフオクバブル、楽天バブル、アマゾンバブルがありました。ね。これね、えー、ヤフオクの時も、まあ、そんなんでも儲かんないとか言ってね、やんない人は全くヤフオクの恩恵なんか受けてないですし、楽天もしっかり、ね、アマゾンもそうですし、アマゾンで FBA が始まった時もそうだし、ね、アメリカアマゾンが流行った時もそうだし、もうね、流行りの入り口でやってりゃね、すごい儲かるのは明白なのに、まあ、なぜやらんのかと、ね。 別に大それたお金がかかるわけでもなくてね、えー、行くばっかのお金と、まあ、えー、数ヶ月間、ちょっとの時間を使って試せばね、えー、儲かるか儲からないかをやってみればすぐわかります。ねまあ、今なら、オーストラリアアマゾンで大きく稼ぐチャンスです。転売アカデミーでは、通常28万必要なオーストラリアアマゾン輸出マニュアルサポートを9 9000で試せる特別モニターを募集しています。 ここをクリックして、オーストラリアアマゾン室マニュアル、特別モニター募集ページを見てください。オーストラリアでどんな商品が高く売れてるか、そのね、サポート、マニュアルサポートって、どんなサポートするのか、それをご紹介しています。まあ、何しろ、やってみないかわかりませんし、まあ、できる範囲の、ね、費用と労力なんで、気になって迷った場合には、やってみることをお勧めします。以上、これヒデオでした。